皆さんこんにちは、北米トラックドライバーのゴートです。今はですね、いつもの国境にいます。アルバータ州とモンタナ州を結ぶスウィートグラス、もしくはクーツっていう名前の国境なんですけど、今日は配達じゃないんですよね。まあ、見ての通り、自分の車を運転してきました。片道300キロ。なんで今日ここ来たかというと、今日はね、ファストカードっていうののインタビューに来ました。ね、ファストカードは、それを持ってるとね、やっぱり、忙しい国境とかはね、ファストカードレーンっていうのがあるんですよね。で、そういうところを、ファストカード持ってたら、言ってみればエクスプレスレーンみたいな感じで通り抜けできるんですよ。だから特に混んでる時なんかはね、すごいそれがあることによって早く国境を越えることができます。でね、それを取りに来たんですよ。でも結局ね、アプリケーション出してから半年ぐらいかかったかな。今日このインタビューまで、本来はね 1,2 ヶ月ぐらいで行けるんですけど、でも今はね、やっぱ混んでるっていうか、コロナがあったせいで、ね、その間インタビューを一切やってなかったらしいんですよ。で、今回まあ再開してすぐ予約したんですけどね、それでもまあ結局結構待ちましたね。まあ、ついに来ることができました。で、他にもね、ファストカード持ってることによってね、給料がねちょっと上がったり、1マイルにつき1セント増えるんですよ、それを持ってることによって。まあでも大きいですよね。1ヶ月にね1万マイル走るんやったら、それで100ドルなんでね。今日ここまで自分の車運転して、でまた戻るんですけど、まあ約600キロ、まあ、片道3000円以上使うんですけど、往復7000円ぐらいかな。高いけど、まあもう仕方ないわ。まあ会社のトラックで来る人がほとんど多いんですけどね。でも今日は、まあ昨日帰ってきたばっかりで、時間がね、運転できる時間がね、残ってなかったんで、まあいいかなって。まあカナダではまだ運転できたんですけど、アメリカ入ったら運転できない状態だったんですよね。で、まあそのためだけになんかトラック出して、ここまで、ね、インタビューのためだけにトラックで来るっていうのはできひんので、まあ何かの配達のついでにこの辺まで、だからここやったらレスブリッジぐらいで配達行って、でここまでトラックで来て、で帰って、またなんかピックアップしてカルガリーに戻るとかね、そういうのはできたんやろうけど、でもなんかまあもうめんどくさいし、自分で行きますってということで来ました。まあ、あとね、もう一つ、まあ、ファストカード持ってることによってね、三つぐらい得があるんですけど、で、最後の一個がね、まあ、危険物を持って、国境を越えられるっていう点です。ファストカード持ってないとね、それができないんですよ。だから、以前ね、上げた動画にもあったんですけど、カナダからね、その時はアメリカからか、危険物を運んできたんですけど、でも、ファストカード持ってないから、結局国境は越えられへんくて、他のファストカード持ってるドライバーさんとトレーラーを交換して、国境の手前でね、で、カナダに帰ってきたっていうことが2回ぐらいありました。だから、そういうのもしなくて済むってことですね。まあ、一応、ちょっと リスクもあるんですけどね、やっぱね、危険物を取り扱ってると、その分軽量度でね、止められる確率がすごい上がるんですよ。やっぱりドキュメントをちゃんと持ってるかとか、もしくはプラカードとかちゃんと取り付けてるかって、なんかね、細かいことをね、チェックやっぱされるんですよね。だからまあ問題なければね、やっぱ持ってるに越したことはないんですけど、その面接がね、今日やったんで、国境まで来ました。まあ、天気もいいんでね、すごい気持ちいいです。青空ですね。結構待ってますね。ちょっとどこに行けばいいのかね、はっきりわからへんかったんですけど、なんかオフィサーにファストカードのインタビューに来たっていうのを伝えてくださいって書いてあったんで、並んでます。
今11時16分かな。でも面接が11時45分なんで多分大丈夫やと思うけど、まあそんな感じです。また面接がどんな感じだったかっていうのを後でご報告します。では後ほど。ちなみに僕がいつも通ってるのはあっち側ですね、トラックレーン。ミルクリバーって町に到着しました。はい、皆さんこんにちは。今ねファーストカードのインタビューに行ってきました。待合室の感じはねこんな感じです。で行ったらねもう5人ぐらい待ってはったかな。あ、4人か、4人待ってましたね。結局11時45分でしたけどインタビュー始まったの12時半ぐらいだったかな。結構待ちましたね。一人なんか結構15分ぐらいやっぱかかってんのか。でもねそのほとんどの人がね、まあ、僕はファーストカードのインタビューやってたんですけど他の人はねネクサスのインタビューでした。だからなんかまあそういう仕事してはるんでしょうね。まあ、よく飛行機乗ってこう出張とか行く人たち、そういう人がまあネクサスのレーン通ってもうその並ばずに行く人多いですもんね。だからそのインタビューでしたね。多分ファーストカードで来てたのはね3人ぐらいかな。結局10人ぐらい見たけどそのうちの3人ぐらいがファーストカードでしたね。まあファーストカードもネクサスもねほとんど同じような感じなんですよ。でも大きな違いはファーストカードはコマーシャルビエコーと荷物を運ぶよだけだから空港とか行ってネクサスのレーンにそれで行けるかって言ったらそれはいけないです。みんななんか結構待ったって言ってましたよ。インタビューのね予約をしてから半年ぐらい待ったとかね。僕も結局トータル考えたら半年ぐらい待ったかな。で何回もキャンセルされてみたいなことを言ってました。僕も一緒ですね、2回キャンセルされましたからね。まあでも無事に、はい、インタビュー終わってあとはもうメールでそのファーストカードが自宅に送られてくる感じです。でインタビューのね内容めっちゃシンプルなもんでしたよ。多分ネクサスの方はもうちょっと厳しいのかもしれないですね。でも、ファーストカードに関してはねまずまあ、必要書類はねパスポートとであと PR カードカナダので、あとは免許証、まあそれだけでした。で今どこに住んでんのって、であとはなんでファーストカードが必要なんですかって、まあそれはね、僕はクロスボーダーのトラックドライバーなんで、ファストカードがあると、やっぱね、待ち時間とかも減るんで、必要でしたっていうふうに言いましたね。まあそれ以外聞かれたことって言ったら、僕はカナダの PR 持ってますけど、いずれカナダのシティゼンシップ、言ってみれば市民権ですね、を申請するんですかって聞かれて、僕はノーって言いましたね。っていうのはやっぱり日本は二重国籍基本的には禁止されてるんで、だからカナダの国籍を取ってしまうと、まあ法律上では日本のパスポート、まあ国籍を失ってしまう。日本はまあねどっちか選ばなあかんので、だからまあそれを説明したら、あそうなんですねみたいな感じで言ってましたね。まあちょっとびっくりしたような感じでした。え、選ばなあかんねやみたいな感じで、やっぱまあ選ばなくていいところもね結構多いですもんね。
まあね、そうなると便利やとは思うんですけどね。まあ今のところはね、困りませんけど、そこまでたくさん質問はありませんでしたね。まあ、一応、まあ説明を受けたって言えば、ちゃんと申告するものを申告しないで、後から見つかった場合とか、そういう場合はファーストカードを取り上げられますんで気をつけてくださいねって念を押して言われましたね。でね、まあ、面白かったのは、そのオフィス入るんですよね。じゃあ2人オフィサーいたんですよ。で、その2人、1人はアメリカのオフィサーで、もう1人はカナダのオフィサーなんですよ。だからカナディアンとアメリカンのオフィサー2人いて、まあインタビューが行われるみたいな感じですね。まあおそらくネクサスもそんな感じなんでしょうね。まあそんな感じです。まああとはもう送られてきたらそこから使用できます。特に BC 州の方の国境、トラック用のね、はすごいやっぱ混んでるんでね、そのカードを持っていれば、そのラインをスキップできるってね、今までこう、うわー羨ましいなーって思ってたんですけど、そっち側にこれから行けます。また送られてきたらね、それをどんなカードかっていうのをね、ちょっと見せようと思います。はい、まあファーストカードは以上です。でね、今ね、ミルクリバーっていう国境からね、国境を神奈川に越えて一つ目にある小さい町に来たんですよ。でね、何が見たかったかっていうとね、これです。ダラン、はい、これ何でしょう。正解です。何が正解か分からない。風が強いんでね、先に言っておきます。これはね、結構ね、この辺り風強いんですよね。レスブリッジとか、まあ、アルバータ州の南側、あとはまあ、アメリカの北側とかね、結構ね、アメリカ、モンタナ州の北側とかね、風が強いんですよ。なのでね、風車がたくさんあるんですよ。でね、これはね、そうです。これ全部ね、風車の羽なんですよ。すっごい長いですよね、近くで見るとね。あっちの奥に見えるのは風車の胴体の方かな。真ん中に立ってる支柱の方ですよね。でね、これ全部、アメリカから運ばれてきたやつです。アメリカのどこで製造されてるかわかんないですけど、結構ね、よく見かけるんですよ。特に I-15 のね、モンタナ州、アイダホ州ぐらいからかな、1日ね、2、3個ぐらいはトラック見かけますね。だからこれはね、持ってきはるんですよ、トラックに乗せて。すごいですよ。なんだかんだでね、山っていう山はないけど、こうカーブとかね、細いカーブとかあるところいっぱいあるんですよ。でもそれをね、これをうまいこと運転してね、持ってきはるんですよ。ちょっと見てみましょうか、どんな感じか。いや、近くで見るとね、やっぱ長いですね。いやー、この通り天気が良くて気持ちいいです。すごいなあ。あー、めっちゃ気持ちいい。昨日雪が降ってたとは思えないですね。カルガリーね、10センチぐらい積もってましたよ。まあもう溶けましたけど、さすがに。すごいなあ、いっぱいあります、こんな感じで。まず、そうですね、国境を越えて、ここに、この隣町のミルクリバーってところ、ここでまあ、ここまで運んできて、ここで保管してるんでしょうね。で、ここから必要なところに運んでいかはるんやと思います。あっちも胴体じゃないな、よく見たら。あれも全部羽やな。ちょっとあっち側行ってみようかな。あ、これも全部羽でしたね。胴体の部分はどこなんやろ。ないな。すごい。めっちゃあります。80本ぐらいありますね、多分。風車一つに3個使うのかな。
だから多分2、30機以上分の羽がここに保管されてますね。すごい。今日はね、せっかく国境まで来てね、そのまま帰るだけっていうのもなんなんで、いつもトラックでは止まれへん場所をちょっと散策したいなと思ってます。ではまた。